には音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。おじちゃん、こんにちは。おお、なっちゃん、おかえり。ただいま。いいね、今日も元気だ。おじさんもね。じゃあまた。うん、またな。私んちはおじいちゃんの代からこの商店街でお茶屋さんをやっている。自宅を兼ねたお店なので、私にとっては商店街が庭みたいなものだ。文房具屋さんのおばちゃんも、電気屋さんのおじちゃんも、私が小さい頃から可愛がってくれて、みんな家族みたいなものだ。あれ？あの制服、うちの学校のじゃん。え？嘘？なんで、青柳先輩がこんなところにいるのよ。なんで、なんで、しかも、一人じゃん。一学年上の青柳先輩は吹奏楽部の部長で、私の憧れの人だ。と言っても、話したこともないから、向こうはチアリーディング部の末端にいる私のことなんて知らない。去年、野球部の応援で球場に行った時、演奏とチアを統率する青柳先輩と目が合ってドキッとしたことはあったけど、隣にいた美和も先輩と目が合ったと主張していた。つまり、その程度だ。その憧れの君がなぜか、今目の前にいる。先輩、何やってんだろう。先輩の地元はここからだいぶ離れた地区だし、わざわざこの商店街に買い物に来る理由なんてないはずだから不思議だった。私は先輩の動向を探るべく、豆腐屋さんの路地に身を潜めた。探偵になった気分。青柳先輩、あなた、見られてますよ。お、何かポケットから取り出したぞ。紙切れか。メモ書きかなんかかな。それを見て、キョロキョロし始めたということは、何かお探しですな、先輩。おっと。危ない。見つかるとこだった。あれ？なんで私コソコソしてんだ？何かを探している様子の青柳先輩を見て、私は先輩に私の存在を認識してもらう絶好のチャンスだと思った。だって、この商店街のことで知らないことはないのだから。青柳先輩。ん？あれ？チア部の松野さんだよね。え？そうです。なんでここにいるの？いや、なんでって、私の地元だから。そうなんだ。ああ、じゃあちょうどよかった。あのさ、松の屋ってお茶屋さん探してんだっけ？え？はい。それ、うちです。ああ、そうなの。マジか。松野さん家だったんだ。あそこです。そっかそっか。でも、なんでうちに？ああ、いやさ。うちのばあちゃんに届け物してくれって頼まれたんだよ、これ。何ですかそれ。なんかよくわかんないんだけど、昔の俳優のポスターらしい。あ、じゃあうちのおばあちゃんだ。昔の映画のポスターとか集めてるんです。うん、幼馴染なんだってさ、松野さんちのおばあちゃんと。え、そうなんですか。知らなかった。おばあちゃん同士が幼馴染なんて。俺もだよ。なんか変な感じ。ほんと、変な感じです。私が先輩とこうやって話してるのも変な感じ。なんで？だって、先輩は雲の上の存在で、私のことなんか認識もしてないと思ってたから。してるしてる。全然認識してるよ。いつだったかさ。野球場で目が合ったじゃん。
何フリーズしてんだよ。ああ、ポスターで頭ポンポンされた。おい。待つの。おじろ。じゃ、先輩役どれですか。待つの。いた。どんだけ熟睡してんだお前は。先生。すみません。なんだそのニヤついた顔は。ああ、よだれをどうにかしろ。よっぽどいい夢でも見てたんだな。まあ、はい。春は眠いよな、松野。そうなんですよ。これがよく眠れるんです。俺の授業は、つまらないもんな。いや、その、そういうわけじゃなくて、とりあえず眠気覚ましにグラウンド10周ぐらい走って